せーの、フィーカの香り。あれ、いやもうダメやもうダメ、もうダメです。ここもう切れて入りました。さ、この間のさ、うん、やつでめっちゃ人気やったやん。え、そうなんだ、これは人気なんだ。で、それどこで売ったやつですか？そう、あの、お前が知ってあの群馬県の中で、はい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 、の地場の百貨店があるんだけど、そこで1週間催事した時に、うんうんうん、全部スプレー並べて、うん、で、売ったらこれが一番、え、これいくつぐらい売れました？これで20個、30個か。そんなに売れるの？それが一番売れたから、だからこれじゃ、でもやっぱさやかさんは群馬の香りなんだって。それちょっと聞きたい。なんか一番最初にこう、うん、いい香りって言ってもらって、なんか思い入れがある香りで、でなんか男性も女性も結構好きだから。さっきもそうだけど、うん、アロマって女性のイメージが多いけど、なんか男性も使ってくれる人がいる香りだから、うんうんうん、思い出が。あ、そうだ、ね、思い出はやっぱ違うんだね、それぞれ。確かに結構ね、アロマって結構女性が買うイメージかもしれないけど、はいはい、割とうちの商品買ってくれる人って4割ぐらい男性、確かにこれ男性がつけてても全然苦じゃないし、香水よりも柔らかい匂いなんで全然いいね。それがちょうどこのルームスプレーと香水の間ぐらいのポジションで作って、そうなんだ。なんか香水はちょっと苦手だけど、うん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 、お部屋用のものとしてはしっかり香らせたいっていう人とかに、へー、最初に一番最初買ってくれた人が男性だった、はいはい、マジ。ちなみにこれはどうですか？このアロマを垂らして、はい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 、それこそ電気も火も使わずに香りを気軽に楽しめるっていう、うん、そんなに強く香りを拡散するものじゃないから、うんうん、自分のパーソナルスペースだけでちょっと香りを楽しみたいっていう人が、うん、デスクワークのちょっとそばに置いて、はい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 、でほんのりちょっと香りを楽しむっていう。そうそうそう、これ面白かと思った。これ文鎮じゃない、文鎮かと思った。みなかみ町がカスタネット発祥の地で、うん、そうなの？そうそう、あの青と赤のカスタネット、確かに。え、マジ？カスタネットここで作ってんだ、うん、だからそのカスタネットを作る過程でこういう形ができるから、うん、それをこうアロマカラスに使って、うん、ちょっと待って、これがカスタネットになるってこと？そうそうそう、で2枚重ねて、でこれをもらったってこと？いや、すげえな、マジか。そうそうそう。え、じゃあ何、リッカを買うとこれついてくるの？ついてくるのもある。そう、ついてくるものもある。え、これどんな感じで売れるの？こう、なんかこれとこれとセットにして、セットにして入って販売してるだけ。これでどれぐらい使える？だいたい100滴、100滴、そう、100滴入ってるから、あとは自分の使う頻度とかだと4ヶ月、4ヶ月も使えるんだ。これ何？めちゃくちゃ気になる、このサイコロ。ミカゲイシを使ったこのディッシュタイプと同じ、ここのくぼみにオイルを垂らして香りを楽しむ、うん、これミカゲイシって何？ものすごい変な例えだったごめんなさいね。これ墓石？そうそうそう、でもそう、本当素材は一緒、本当に。じゃあこの上に液を垂らすってこと？そう、このくぼんでるところに一液垂らして、うん、これはあのこの切り箱とセットで売ってるんやけども、うんうん、あ、これセットで売ってるんや。だから香りを移したいものを中に入れて、うん、また今の時期だったらマスクとかハンカチとか、うんうん、で垂らして、アロマを垂らして蓋をしてもらう。これをするってこと？そうそう、これで押してもらって、まあ、一晩置いてもらえれば、うん、ほんのり中のものに香りが移って。そういうことなの？何これ、じゃあネットで買ったらこれが届く？そうそうそう。え、じゃあこのまま使えるってこと？そうそう。じゃあこれで、石はあの2種類からどっちか選べる。みなかみで取れる大塩石っていうものか、うん、この見かけタイプのものかっていう。あ、そうなのね。あ、これね、さあ全然違うわ。そうそうそう。これは何？これはね、あの大塩石っていうみなかみ町で昔切り出された石。そんな歴史あるの？みなかみ全部使ってるじゃん、すごいね。この切り箱も、うん、唯一この群馬県で切り箱屋さんをやられてる方が作ってくれる。みなかみにいるから。すげえな、みんな。みなかみみんな協力的じゃん。そう、すごい。あ、そうなんだ。
今そのアロマを作って販売する以外にも、うん、他にもいろいろ事業を、うんうん、そのアロマ香りを使った事業をやってて、うんうん、それこそあのオリジナルの香りを旅館の香り作ってほしいとか、あとその他の自治体からこういうアロマを使ったツアー開発をしたいけど、うんうんうん、それの監修してほしいとか、え、そんなのもやってんの？そう、あと原料ね、うん、原料持ってるけど蒸留機はないっていう人が蒸留してくれっつって、うんうん、香り、はいはい、要は蒸留の OEM みたいなのとかもやったりとか、そう、そうなんや、そういうのやってるんですね。そう、あ、じゃあ言ってしまえば一旦相談してくれればいわゆるソリューションとかもできるみたいな感じなんですね。そうね、そうそうそう、すげえ。これからは、うん、そう、自分たちの製品のラインナップも増えてきたから、そっちの方の売り上げももっと伸ばしていければなっていう感じの段階かな。なるほど。じゃあその中で今後やりたいこととして一番注力したいなって思ってるところあります？おー、これはもしかして、これ精度か、精度か、もう一回精度だね。これちょっと待って、いいよ、ダメよダメよ、そうなんでしょ、はい、行こう、これ絶対仲高い方がいいから、行こう、はい、せーの、海外展開、あれちょっと待って、今どっちかわからないから、海外展開ね、さやかさんは教育事業、教育事業、あー、また割れちゃった、もうダメや、もうこれで教育事業ってどういうこと、これを使って教育する、地元の小学生の卒業制作に使ってもらって、自分たちで6年間の思い出を香りで表現しようとか、あー面白い、人の記憶と香りってすごい密接に、わかるわかる、うん、そう、だからこれを自分たちで作った思い出をあの形にして持って帰ってもらって、それをふと香った時にその当時の思い出をまた思い出して懐かしんでもらうとか、うん、卒業制作できればっていうことで、すごいね、それだったら確かに全国でもできそうだね、そう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 、面白い、じゃあ今それを水上町にしてるってこと？水上町と、あと水上町に宿泊学習みたいなので来る子どもたちが結構いるので、うんうんうん、そういう子どもたちに実際に僕たちがアロマを取る過程を体験してもらったりとか、うんうん、出張で行ったりとか、うん、でも海外展開を創者は考えてるわけだけど海外展開って言ってるのは、そう、この商品を海外に展開したこと、そうそうそう、そういうこと、うんうんうん、で実際にあのちょこちょこはね、問い合わせ、ありがたいことに問い合わせが海外から来たりとか、うんうん、日本の香りを探してるんだけどみたいな感じで、うん、割と反応がいいよね、うん、そのそうだよね、海外にまだないんよ、日本の香りっていうか、ないと思う、だから割とそのね、興味持ってくれるんだったら全然国内もやるけど別にすぐ海外でやってもいいんじゃないみたいなことを最近思うわけですけど、いや まずは教育授業ね、あーそうなんや、これめちゃくちゃ夢あると思ってるな、これを、今買いたいなって思ってる人たちは方法は店舗で売ってるかインターネット、基本は今オンラインショップで、うん、もうすぐ水上町の町内で直営店をオープンさせる予定だから、うん、そこに来てもらっても買えるようにする、なるほどなるほど、あ、じゃあインターネットの URL は概要欄に載っけておくんで、ちょっと皆さん買っといてください、それぞれのおすすめあると思うんで、最後視聴者の皆さんに何かあれば、まあ、結構香りアロマオイルって考えると、うん、僕自身もそうだったけど、うん、とっつきにくい部分があったりするけども、うん、結構香りって結構みんなの身近にあるもので普段から接してるものっていうのがあるから、うんうん、そういう切り口で森の香りのアロマオイルっていうのに親しんでもらうのも、うんうん、面白い自然の一つの感じ方なのかなっていうのがあるんで、そういうのでもし興味持ったらサイトを覗いてもらえると嬉しいなと思いますね、うん、はい、ありがとうございます、セールさんからも同じです、いやでもこれ正直マジでいいよ、あのめちゃくちゃおすすめなんで、これ多分全然男性でもつけられる、じゃあ本日はありがとうございました、じゃあ皆様お買い求めください、ありがとうございました、ありがとうございました